はい、こんにちは。自由工房のフラシーです。今日は全然話がまた違うんですけど、最近いつもの四十肩五十肩言ってるんですけど、最近特にひどいですね。皆さんはいかがでしょうかっていう、五十肩の人結構多いと思うんですけどね。五十も過ぎるとですね、というか、まあ60も近くなるとですね、あちこち痛いと思うんですけど、さすがにちょっと最近ひどいんですね、五十肩が。で、夜もこうやっぱり目が覚めてしまうんですね。ちょっと太りすぎかななんて思ってますけど、まあその辺もあるでしょう。それも一因としてあるんですけど、なんか対策をね考えてるんですけど、最近やたらコマーシャルで目につくのがですね、コントロイチンっていう薬がやたらあちこちのテレビでやっていて、なんかあたかも効くようなね、コマーシャルやってるので、たまたま今朝そんなコマーシャルを見てですね、ちょっとこう人柱企画でね、コンドロイチンを試してみようかなと思います。まあ私と同じように悩んでみる方、私ね相当痛いんですよ。相当痛いんです。何が痛いかというと、今こう両左右なんですけど、この肩の肩峰っていうんですかね、この先っぽにある石灰化したものがあるらしいです。レントゲン撮るとね見えるんですよ。でプラスその肩甲骨のこの辺りが癒着がひどい感じですね。はい、まあ本当にこうやって動かすだけでも激痛です。痛いんです、すごく痛いんです。で、ね、手はもうこういう風には上がる、これ以上上がらないんです。痛くて痛いんです。こっちもこれ痛いんです。なのでこれ以上上がらないんです。手が上がらないという状態ですね。はい、皆さんはどうでしょうかね。これ以上上がるんだったらだいぶ軽症だと思いますけど、これ痛いんですよ。はい、そんな状態なので、いろいろキャンプやってる時でもね、結構不自由なんですよ。こう手を上げたりすることができないので、よいしょ、こんな風に上げたりとかね、体を傾けてこう持ち上げたりとかっていうようなことになりますよね。でゴルフも最近はちょっとご無沙汰してる理由もやっぱり肩が痛いんですね。肩が痛くてなかなかゴルフも満足にやれない。本当はゴルフの動画なんかも撮りたいんですけど、なかなかやれないんですね。はい、まあ話逸れましたけど、まあそんなわけでコンドロイチンを人体実験してみようと思いました。いや、アマゾンでコンドロイチンで検索するとすごいですよ。まあ、40件か50件ぐらい出てきます。薬がね。これだけ薬漬けなんだなっていうふうに思いますけども。まあ、中でも有名なのがそのコンドロイチンっていうと、コンドロイチンとかね。コンドロイチン、ゼリー製薬のコンドロイチン。デトックス錠とか、コンドロイチン、グルコサミンとか、グルコサミンとか、まあ、やたらそのコンドロイチンとかグルコサミンとかっていうのがね、使われてるものが多くて、まあ、最近はこのコンドロイチンがやたら BS かな、 BS の CM なんかによく出てくるんですね。今日は、近くの薬屋さんでですね、コンドロイチンの薬って結構高いんですよね。あれ1ヶ月分4000円とかするんですよ。結構高いと思いませんか。いや、それスポーツジム行った方がいいんじゃないかなと思うぐらいね。薬だけ月々4000円飲むなんてね、そんなバカらしいなと思いまして、まあ今日はお試しで5日分っていうのが、こういうのが売ってました。これ親切ですね。このメーカーだけでした。そうですね、薬って結構そのブランド力がすごいですよね。同じ成分だけど、その有名ブランドだとちょっと高いですね。そんなもんだと思います。このコンドロイチンっていうのも、コンドロイチンが入ってる薬っていっぱいあるんですけど、まあそれでも高いね。みんな全体的に高いですね。ゼリア新薬のねコンドロイチン450錠入り 2箱セットで2万1000円ですって。すごい高いですね。こんなの、ね、肩が痛いだけでそんなの飲んでたらこれ割り合わないですよね、これね。まあただよくよくの中を調べてみると、大体みんなこのコンドロイチン硫酸エステルナトリウムというのがね入っているようです。いわゆるコンドロイチンが入っているのがほとんどみたいで、まあそれ以外の成分というのはいろいろありますけども、ほとんど主成分がそのコンドロイチンですね。なので、まあ、ほとんどそんな成分的には変わらないものだったりするんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、なので、まあ、今回はこのコンドロビーというゼリア新薬のコンドロビー EX というのを、ね、使ってみようかなと思います、ね。聞けばですねいいと思いますし、まあ、成分それほど変わりませんからね、まあ、そんなに大きく差はないんじゃないかなと思いますけど、5日用のパックを、ね、売ってる方ところは、ね、これだけでした。あとはね小さな1ヶ月用の瓶とかね、そういう、まあ、この5日用を出すということはこのゼリア新薬さんのコンドロビー EX、 これはまあ、自信があるんでしょうかね。一回お試しにやってみてくださいと、まあ、薬ですからね、向き不向きというか合う合わないがあるということでしょうね。なのでこれすごくまあ、親切だなと思って5日分を買ってきました。30錠入り5日分ということで今日から5日間飲んでみたいと思います。で、肩がちょっと楽になったかなというのをね、もし肩が楽になったらこれ続けて飲もうかなと、まあそういう年かもしれないですね。ただあまり薬品ビジネスに、まあ、できれば自分の健康ぐらいは自分でね守れればなと思っているんですが、まあ、こういうものが物理的にね効果があるんであればちょっと試してみようかなというそんな実験です。なので今日から5日間ちょっと試して飲んでみたいと思いますので、また5日後にお会いしましょう。ということでコンドロビー EX ちょっと飲んでみようかな。これは30錠で5日分ということは1日6錠朝晩3錠ずつということですかね。こんなような薬です。まあ、本当に、ね、こんなのが高いんですよね。30錠でも1400円ぐらいしましたからね。まあ、結構高いですよ。まあ、でもこれで聞けばいいけど、聞かなかったらもうね、本当にやめればいいだけのことですからね。これはですね、使用上の注意としては、1回2錠だそうですね。1回2錠で、朝昼晩みたいですね。ちょっと2錠にしとこうか。じゃあ。面倒だね。朝昼晩も3回も飲まないといけないんですね。ということは、まあ、普通は食後ですかね。はい、じゃあ、いただきます。こんなので、50肩が楽になったら、それはいいよね。まあでも、全く効かないわけはないでしょうから、ね、少しぐらいは効くと思いますけど、どれぐらい効いたかね、まあ、今の痛みを100とした場合、どれぐらいまで軽減したかですね、ちょっとご報告させていただきます。それでは5日後にお会いしましょう。はい、ということでですね、今日1日目経ちました。1日経ちました。3回、2回飲みましたかね。まだもちろん痛いですけど、痛いですよ。まあ、効果はというと、まあ、痛いですね。相変わらず痛い。ですが、ちょっと変化があったのが、昨日の夜ですね、まあ、普段なら3回から4回目が覚めるんですね。痛くて目が覚めるんですよ。それが1回で済んだかな。1回目が覚めただけだったんですかね。なので夜中のこううずくような痛みっていうんですかね、はちょっと軽くなったかなという感じです。あと4日ですね。4日頑張って飲んでみます。また状況を、ね、報告します。以上です。1日目、まあちょっと効いてきたなって感じですね。はい、以上です。はい、今日でね、3日目なんですけどね、飲んでますよ、3日目。今日で3日飲んでますけど、昨日の夜はさすがにちょっとこう、あれでしたね。何回か暑いのもありましたけど、目が覚めましたね。肩が痛いからということではないのかもしれませんけども、寝苦しかったですね。で、実際どうかというとですね、ここの痛さはあまり変わらないですね。まあ3日経った段階でなんかすごく効いたなという感じは今のところないです。正直あまりないですね。まああと2日飲んでみてですね、どんな調子になるかお楽しみということで、1日6錠、あ、ひょっとするとね、もう1回飲んでるかもしれないですね。なのでちょっと余分に飲んでるかもしれません。飲みすぎなのかもしれませんけど、はい、まあ、思ったほど効果は今のところ出てないという感じですね。3日目です。はい、昨日でね5日済みましてね、毎日飲みましたよ。
結果から言うとですね、まあ微妙ですね。でもだいぶ上がりますよね。上がるようになりましたよね。ちょっと上がるようになったと思いますよ。あの前回の動画と前回のちょっと比較して並べておきますけど、多分この角度がねちょっとこう上がるようになったんじゃないかなと思いますが、まあ、劇的に何かこうすごく楽になったってことはまあないですね。はい、まあ、薬ですから時間のかかるものだと思います。まあ、日にち薬とも言いますけどね。はい、まあ私5日間ちょっと挑戦してみた結果なので、これをまあ1ヶ月ぐらい続けられると、まあ、成果は変わるでしょうね。はい、まあ、それとやっぱり薬っていうのはまあ、いわゆるプラシーボ、プラセボと思いますけど、プラシーボ効果っていうのもありますからね。私のようにね疑り深い人は薬が効かないかもしれないです。まあ、でもね昨日たまたまのゴルフだったんですよ。でゴルフでだったせいもあるかもしれない、まあ、結構肩を動かしたこともあるからかもしれないですけどね。まあ、今日はこんなぐらいまで上がるようになってますね。そんなにもうそうだね、思えばそんなに激痛ではないかもしれないですね。はい、まあもうちょっとね飲んでみるといいかもしれないですけど、まあ私は5日間とりあえず飲んでみました。はい、まあ結果的にはね、まあ私がこうこうこうで強くおすすめできるというレベルではないですが、まあこういう改善は多少見られたということだと思います。はい、もしご興味のある方はね、こういうところから始めになるといいと思いますよ。一瓶4000円とかはさすがにね、ちょっとこう効かなかったらもったいないなという感じがしますんで、薬って買っても続かないこと多いですよね。まあ、私なんか本当典型的にそのパターンなんですけど、なので、まあ、ぜひ少しずつ試してね、自分に合うか合わないか、はい、ということで、今回はそのコンドロイチンがまあどれぐらい効くかっていうねお話でした。まあなんせ薬のことですからね、まあ、お医者さんとか薬屋さんとかでもご相談になって、まあ、ご自身でね、合うものをお探しになるとよろしいかと思います。はい、ということで、まあ、今回は薬のことですから私が強くお勧めするということはいたしませんけども、私が5日間使ってみた結果をですねご覧いただきました。まあ少し改善したかなという感じでいいかなと思うし、まあ、反面、まあ、あんまり変わらんかなという印象もあるという実態そんな感じですね。まあ、これはやめてみてまた5日経つとどうなるかということでしょうね。またなんか大きく変化があったりしたらお知らせしたいなと思いますので、お楽しみにしておいてください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、これからもね、まあ、皆さんに役に立つ情報、また私と同じ同年代の方々の悩みにもねこう直結するような情報があればお伝えしていきたいなと思いますので、よろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、自由工房のフラッシーでした。ゆうさん、さよなら。お大事に。はい、今回お世話になったのはこちらですね、コンドロビー EX というお薬でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。